ハローお疲れ様です。Welcome to the World of Mario. 今回はチャプター2リミックスのバトルパスが全公開されたので、こちら見ていきたいと思います。さあ最初はここから始まって1ページ目から、今回短めですね。去年の OG と一緒で短めなバトルパスです。ツルハシ、まずはカオスエージェントから最初もらえるスキンか。スパイクドバトンメイスで、ラップとエモート。すごい、今回本当にラッパーテーマなんだね、このチャプター2リミックスは。で、背中とカオスエージェント女性版です。カオスダイレクターだって、ディレクター。さあ2ページ目、ゴーストカオスディレクター白です。白赤、背中とこのグライダーなんか良さそうだったね。どうなん、このグライダーめっちゃ良くない？かっこいい。おう、あ、まあまあどうなんだろう、使ってみないと分かんないね。画面いっぱい撮っちゃいそうな気もするけど、どうなんでしょう。で、スキンゴースト版のカオスディレクターだ、白赤です。で、ワンボールですね。ワンボール、こちらがロード画面で、ツルアシがこれか、ビリヤードの棒で、 V バックスもらえて、ビリヤードの妹いいねえ、これ毎回ランダムなのかな。そんなことはない、どうなんだろう。毎回何のボールが入るかランダムか気になるな。めっちゃ8入ったらすぐ終わっちゃうみたいなね。長らく来てないから、そう、おーすげえドラゴンボールみたい。で、ワンボールスキンですね。スタイル変更とか結構あるんかな、分からんね。アンダーカバースカイ、スカイのギター、背中ツルハシ、スカイので、ラップ、リバックスで、スカイマスクオンとオフはあれかな、スタイル変更かな。かわいいスカイ、いいね。で、今度は、あ、ちゃんと、何？ゴーストバ？これ紫ってどっちだっけ？ゴーストだっけ？シャドウだっけ？どっちか紫だよね。で、紫のツル足で、これ、おえ、何この妹。めっちゃ可愛い！妹可愛い！スケートモンスター。そして、紫ミッドナイトスカイです。髪の毛も紫になるんかな？で、みんなお待ちかね、ニアイダスです。ツル足は、魚の骨。で、ラップ、ギター背中、そしてニャイダス、いいね、かっこいい。で、これがロード画面。妹なんですか。え、これ前の妹のリミックスじゃん。え、前の妹の リミックスじゃね。で、これサメなのは絶対マイダスがサメに食べられたからだよね。で、ニャイダスはサメを食べたぞみたいな感じで骨になったんかな。上に乗る系かな、これ上に乗るぐらいだったらめっちゃいいぞ。で、シャドウニャイダスで、黒番のあれかな、ボーナス報酬かな、ここら辺は。で、ワンボールのグライダーと、あとマスクオフバージョンのカオスエージェント。そしてここら辺はまだわからない。で、TNT だちゃんこっちにいるんだ、クエストの方かな、これは。ツルハシと、あとこれは背中か、グライダー待ったよね、確か。ここにスニーカーあんじゃん、エアジョーダン1、はい、ブラックトリーマジン、え、ブラックトか、え、買うか迷う。俺ブラックとこのスニーカー持ってないな、この色合いは。ブラックとなんだ、1回目シカゴじゃないんや。わあ、このスニーカーはですね、スキンが履けるようになるらしいです。どのスキンでも履けるようになるらしいです、よくよくは。で、グライダー、これ上に乗る系のやつ、これだね。で、セルシェードのゲーム、これはあれですね、今月の。てな感じがチャプター2リミックスの全バトルパス開放動画です。以上で全てかな。公式情報の動画上げないから、ちょっとこれ軽くおさらいしとくね、最後に。はい、一応これがチャプター2リミックスの公式サイトで出てる情報なんですけど、この無料ツル足がゲットできる11月11日の午後2時までにフォートナイト内で、14万経験値ゲットしたら、このマイダスのゴールデンサイスがもらえる。で、マップはこんな感じですね。全部公開されて、ほぼほぼチャプター2マップ再現でございます。で、1周目はドッグハウンド、
が、エージェンシーの代わりに真ん中にスヌープドッグの降下場所があるけど、2周目からはここですね、グラトーがエミネムの降下場所になるから、早めにグラトー行っちゃえば、最初2周目でグラトー行っちゃえば前のグラトー味わえて、2周目11月7日からはエミネム版になる。で3週間目11月14日にはシャークの方も変わっちゃうので、その前に、早めに行っときましょう。過去のチャッター2版を味わいたい人は、エージェンシーだけはもう最初から変わっちゃってるんですけど、3週目にアイスパイスのシャーク島が来る、乗っ取られますってな感じのが、とりあえず今分かってる情報で、11月21日にはジュースワールドのワールドポイントっていう降下場所も来るらしいです。あとはマップ上にキャデラックが乗れるらしい、スヌープドッグので。武器はこんな感じですね。デュアルピストル、タクティカルショットガン、ポンプショットガン、速射式、サイレンサー付きサーマシンガン、サイレンサー付きアサルトライフル、ヘビースナイパーライフル、セミオートスナイパーライフル、ハンティングライフル、ロケットランチャー、グレネードランチャー、リモート爆弾、グレネード付き爆弾、スティンクボム、ミシックゴールドフィッシュ、バンテージバズーカ、ブギーボム、スヌープドッグ版のブギーボムてな感じと、あとさっき紹介したスニーカーが2種類で、バトルパスはさっき見せた通りの、価格が 950Vbucks だって。で進めることで最大 1000Vbucks もらえるから、まあ買えば全部 1000Vbucks 返ってくるよって感じ、プラス 50Vbucks もらえる感じです。で確か最大レベルが50だから、結構簡単に解放しやすくなってます。1ヶ月しかないのでチャプター2。あとはリロードの情報が、あれかな、マップがローテーションになったり、あとソロも追加されますね。でロッカー UI が多少変わるのと、あとエイムアシストはちゃんと強化されてますね、公式情報を見ると。あとバグ修正とってな感じのが、今分かってるチャプター2リミックスの情報とバトルパス全紹介でした。いよいよ多分ダウンタイムはおそらく夜の8時ぐらいから10時ぐらいに終わるのかなと思ってるので、そのうちにアップデート終わらせて、ぜひ配信ダウンタイム待ち配信してるので遊びに来てください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。